はい、皆さんこんにちは。今日紹介しますのは、スター・ウォーズに出てきましたブロッケード・ランナー、スター・ウォーズエピソード4、ね、あの頃は単なるスター・ウォーズでしたけども、あの頃はっていうかね、私が初めて見た時は単なるスター・ウォーズだったんですけども、その冒頭シーンでね、一番最初に出てきたスター・ウォーズのメカですね、これがガツンと画面に登場したと思ったら、これがですね、なんかバンバンバンとなんかこの攻撃を受けて、その後スター・デストロイヤーがドカーンと出てきて、これがもう胴体に回収されてしまうという、いやー、かっこいいシーンでしたね、あれはね。いや、なかなかこれはその、スター・ウォーズシリーズの冒頭で、つかみの部分でドーンとやられたメカで、いや、いつかね、模型欲しいな、欲しいなと思ってたんですけども、なかなか、手に入らず、やっとというような感じですかね。なんかもうプラモデルなんかもずいぶん長いことで、ね、出たの、海外のメーカーからも出てなかったような気がしますね。なんかそういう置物みたいなものとか、トイ関係はそこそこ出てたような気がしますけども、これはちょっとね、プラモデルが出た時にはかなり嬉しかったです。それでですね、私、スター・ウォーズシリーズを見ていたときに、見ていたっていうか、初めて見たのが、ずいぶん、まあね、大昔っていうか、大昔ですけども、まあ、先に小説を読んでいたっていう話はしますけども、まあ、小説の中のイメージと、ミレニアム・ファルコン号のイメージがあんまり合わない。まあ、それはなぜかというと、このブロッケードランナーという宇宙船がもともとはミレニアム・ファルコン号としてデザインされたものなんですね、これが、まあ、いろんな本とか読んでみると。そうしてみるとですね、ああ、なるほど、小説のイメージと、ミレニアム・ファルコン号のデザインがこれでピタッと合うなって感じがするわけですよ。やはり小説っていうかね、ルーカスさんがシナリオを書いたりなんかして、そのイメージに合わせてデザインされたものっていうのは、やっぱりこういう形になってしまうかなという、それはどんなところで感じるのかと言いますと、この後ろのね、バカみたいなエンジンね、本当にね、まあ、レイヤ姫が乗る宇宙船としてはちょっとね、まあ、エレガントじゃないという、優雅さに欠けると言いますか、まあ、それがもう後ろのこのごついエンジンがそれを全て物語ってるわけですよね。まあ、これがですね、ハンソロが乗ってる輸送船だと考えればピタッとくるなって感じがするわけですよ。まあ、それはなぜかと言いますとね、ハンソロが違法改造してエンジンを強化して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 っていう、ね、ミレニアムファルコンを作りましたよみたいな話があるんですけども、あの円盤型の形からはですね、それが全然伝わってこないわけですね。なんかね、単なるポンコツ船にしか見えないわけですよ。でもこれを見た時にですね、いや、エンジンの数がね、尋常じゃないぐらいついてると。まあ、これ外光線みたいな感じでレイヤ姫乗ってましたけども、それにしたらちょっとね、エンジンの数とかがやりすぎじゃないのかなっていうような気がするわけですね。これが違法改造されてエンジンいっぱいつけましたっていう宇宙船だったら、ああ、なんとなくわかるな。まあ、そういう意味も、私、北海道の方に住んでた時にですね、やはり漁村っていうわけじゃないですけど、やっぱり漁が結構盛んなところに住んでたもんですから、そういったところだと噂話みたいなところでね、まあ、当時ソ連と言ったね、まあ、向こうの方、ロシアの方まで行ってカニを取ってくるっていうね、カニを取ってきて、ね、やはり違法な、ね、その漁ですから、まあ、ソ連の方にはいいカニがいっぱい取れるぞって言うんで行くんですけども、まあ、大体ソ連の巡視船に追っかけられて捕まってしまうと、それに対抗するためにね、どっから見てもボロボロの漁船なのにエンジンだけ3機ぐらい積んで高速艇にして、それでカニを取りに行くなんちゅう漁師がいるなんて話を聞いたことがあるわけですよ。まあ、そういったところのイメージ、まあ、要はミレニアム・ファルコンがスター・デストロイヤーを振り切るようなイメージですかね。なんかね、ボロボロの貨物船がもう軍艦相手にスピード勝負で勝ってしまうようなことっていうのは、やっぱりそのエンジン数いっぱいつけるしかないかなっていうところで、これなんかそういうイメージがあるなっていうね。どうも、小説のイメージからするミレニアム・ファルコン号っていうのは、大体こんなようなイメージ、違法改造してエンジンいっぱいつけましたよなんて、ね、これを見たらね、ルークだってね、
もう半ソロのこと呆れちゃうっていうか、いやこんなポンコツでいけるかよっていうだけの話じゃなくて、いやー危ねえなこいつ、危ねえなって、やばいなこいつはって感じで、すごくあの半ソロっていうキャラクターがすごく生き生きとしてきたなっていう、ミレニアムパルコン号としてはね、こちらの方が理にかなってたんじゃないのかなって未だにちょっと思ってる部分があります。このエンジン数ね、これがスターウォーズの世界においてはやっぱり異質なんですよ。いやね、Xウィングだって2つ、あ、2で4つか、ね、Yウィングが2個、まあ、スターデストロイヤーはね、でっかいのが3つみたいな感じなんで、この宇宙船だけで、ね、妙にエンジン数が多い、ね、やっぱりそれがね、なんかハンソロの異常性を表してるっていうかね、もうそれ見たらルークだってね、兄貴ついてくぜみたいな感じで、あ、これだったらもう、うん、ここから脱出できそうかな、なんかそんなような感じがしてね、まあ、本当に劇中のイメージというか、もう多分ねメカデザインした人も、まあ、そういったことを考えてこういったデザインにしたんだろうなと思うんですけども、残念ながらね当時スペース1999という番組があって、これですね、このイーグル号、ね、これにちょっと似てるぞっていう話が出たもんですからね、急遽差し替えられてしまったという、残念。イーグルも好きな、デザイン的には好きなんですけどね、あの作品がどうにもこうにも好きじゃないというスペース1999という番組が、このメカのこいつの使い方がすごく存在だったもんですからね、なんか好きじゃないという、多分ねこれもただ単にこれに似てるから出さないというよりも、やっぱりメカデザインとしてはやっぱりコンセプトが似ているからというところが多いと思うんですよね。やはりこれもですね、ノーマルな形だとエンジンこんなについてなくて2つか3つぐらいしかエンジンついてなかったっていう、でこいつもですね、これがノーマルな状態なんですけども、これね劇中改造されたりなんかするわけですよ。まあ、あのやっぱりパワーが必要なシーンにはエンジン増やすというね、ちょっと本よいしょ、ね、我がバイブルにこのようにエンジン数増やしてパワーアップ、パワーアップっていうかね、ピントが合わないかもしれない、こんなような、ね、シーンがあってエンジンつけたりなんかして、ね、エンジン増やしてなんかね、なんかすごい作業をするときにはこういうことやるわけですよ。こういうコンセプトがですね、なんかこれとあーってやられた、アイデア的にやられちゃったってね、これノーマルなバージョンがあって、こういったあのちょっと異常な改造のバージョンがあってなんちゅうことがやりたかったのに、イーグル号でそれ先にやられちゃった、形が似てるっていうだけじゃなくて、その、まあ、エンジンを増やして、ね、パワーアップしようみたいな、そういったコンセプトが似てるんじゃないかっていうとこまでやられちゃったから、もうこれはもう違うことに使いましょうっていうね、そんなような感じになっちゃったんじゃないのかなって気がするんですよね。まあ、これ2つ並べただけだったらそんなに似てるとは思えないので、そのまま出しちゃいいのになって感じだったんですけども、その違法にエンジンをいっぱいつけてる、まあ、何かあった時にはこれをいっぱいつけるなんちゅうね、なんかそういったこれにもエンジンいっぱいつけてなんとかしちゃう、まあ、そういったところのコンセプトが似てた、そういったところでイーグル号、ね、まあ、ちょっとこれでイーグル号を出したのでこの話ちょっとしますけども、まあ、スペース1999って何が好きじゃないのかと言いますと、このイーグル号の扱いがですねちょっとひどいなっていうところまあ、未来の話だからね、これがすごい高性能だっていうのはいいんですけども、これはもともとですねデザイナーの人がですね、月面を移動するための乗り物としてデザインしてるわけですよね。月、要は地球よりも重力のないところで移動する、もしくは月から宇宙ステーションまで行ってまた戻ってくる、なんかそういった乗り物のはずなんですよ。ですからあのね、こんなパイプフレームの華奢なフレームで胴体支えてたりなんかして、これなんかちょっとコンテナ取り外せるんですけども、コンテナ取り外しちゃったらこんなもんですからね、こんな本当にあの地球よりも重力の、ね、ないところで作業するため用のデザインなんですけども、これをですねそれじゃちょっと使い勝手が悪いということで、もう劇中だと他の惑星にこれで降り立ってみたりとかね、これで大気圏突入しちゃってみたりとか、もう戦闘までやってみたりとか、もうやりたい放題まあ便利に使いすぎるのはいいんですけども、やっぱりこのデザインとその使用用途が合ってない、やはりこの
これはねどう見たって華奢な乗り物でね、月面上で使う分にはいいですけども、これ大気中は飛べるようなデザインには思えないっていうかね、これで大気圏突入したら何へし折れちゃうだろうっていうね、そういうようなもんで、まあそういったところがデザインは好きなんですけども使い方がね、好きじゃないというところで、あの作品、このやっぱりデザイナーの意図するものと、作り手がちゃんと噛み合ってないんじゃないのかなっていうところで、あんまり好きなデザインじゃないってところ、好きなデザインじゃないっていうか、ああいう作品っていうか、あのシナリオに合わせるんだったらもうちょっと頑丈な宇宙船でやればよかったのになっていう気がするわけですね。まあいかにオーバーテクノロジーであろうとも、これはねやっぱり、月面用ね、地球よりも重力のすごく薄いところでしか動かないような、そういうようなデザインしか見えないわけですよ。こんなパイプフレームのね、なんか華奢な乗り物って本当に、ね、イーグル号って名前がついてるだけあって、本当に月面着陸船のイメージなんでしょうね。これはねもう軽く軽く軽くっていう、もう月だから、月の上なんだから、これぐらいの強度で全然十分ですよっていう、そういうもの、それでも大気圏突入させたりなんかしちゃいけないなんてね、まあこの辺の話から逸れてしまいましたけども、まあねこの間も、ね、ロシアの船と日本の漁船がぶつかりましたよなんていうニュースを聞いて、ちょっと昔そん な話を聞いたななんて思い出してちょっと出してきました。あ、ちょっと不謹慎だったかもしれないですけども、まあ、ブロケードランナーというね、こういう、スターウォーズの思い出とともにじゃですね、スターウォーズの小説だけ見るとやはり宇宙船のデザインがこっちの方がね、やっぱりミレニアムファルコンっぽいなって感じがするわけですよ。まあ、今の小説は随分直されてると思いますので、私が読んだのは本当にあくまでもね、本当にあの小学生の頃ですからね、今から50年以上前に出たノベライズ、ね、スターウォーズ、ルーク・スカイウォーカーの冒険というね、そういうタイトルがついてたと思います。まあ、なかなかねいい小説だったんですよ。まあ、その小説の中ではですね、もうほとんどあの C3PO 視点で物語が展開していくっていうね、まあ、それであの C3PO っていうのはやっぱり欠かせないロボットなんだろうなと思ったりとか、まあ、こういったメカの描写一つ一つにとっても、あのやはりあの映画よりもそのコンセプトのシナリオかなんかを元にしてるんだと思うんですよね。なんかね、そんなもんですから、やっぱり見た目の映像とその小説を読んで浮かんでくる映像が違ってしまうという、なんかそういった楽しさがありました。ちなみにですね、この小説、うちの父親がね私に買ってくれて、買ってお前こういうの好きだろうって買ってくれた本なんですけども、同時にですねバターウォーズとかっていう本も一緒に買ってきましてね、なんかそういう先に私にねこれがスターウォーズだろうとか言ってね読ませようとしたというね、なんかそういった思い出もありますね。バターウォーズ、なんかジョニースカイウォーカーの冒険って書いてあったのかな。ですからね、もうジョニースカイウォーカーなのかルークスカイウォーカーなのか、最初はですねなんかもうごっちゃになってしまう、スターウォーズ、スターウォーズ、バターウォーズってひどいね、なんかね、本当にとんでもない小説があったんですよ。なんかチューバッカみたいなキャラクターが出てくるんですけども、なんかダイアホって書いてあったりとか、なんかそういうね、なんかマーガリン姫だったかな、レア姫じゃなくて、そういうくたらね小説があったんですよね。なんかね、そういうとセットでね読ませてね人を惑わせるっていう、とんでもない親ですね。なんかね、まあ本好きだったからそういう本見つけてきたらそういうシャレっ気なんでしょうけど、まあそんな話で、そんな、記憶も懐かしいなと思いつつも、今日紹介したのはブロケードランナービークルモデル、1000円ぐらいで買ったもんです。1000円くらいっていうかアバウトでしょうがない多分1000円だと思います。今もうちょっと高いと思いますね。なんかね、はい、このところで、じゃあスターウォーズビークルモデルでした。それではまた失礼します。